934ポルシェ934は国際自動車連盟の定めるグループ4規定に合わせポルシェが製造したレース用 GT カーである。934は1976年のレースシーズンに導入され、1976年と1977年の2年間に少なくとも400台が製造された。エンジンは彼ら 3.0RSR に搭載されていた。 排気量 2993cc 水平対向、6気筒の911-75型をベースに、ターボチャージャーで1.4バー下級し485馬力を発揮する930-75型エンジンで重量 1090kg。燃料供給は、ボッシュ成型ジェトロニックによる。エンジン本体は空冷だがインタークーラーは、ポルシェ発の水冷。 多くのプライベーターに対して販売され、ルマン24時間レースをはじめとする、世界各国の様々なレースに参戦試行成績を収めた。また、911を934風にする改造も流行した。日本では、スーパーカーブーム直前の1976年に、タミヤ模型により、同社の電動ラジコンカーの第一号車として、製品化されたことでも知られる。 もともと、タミヤ模型では934のプラモデルを企画、製造し、車の構造を知るために、わざわざポルシェ911の実車を購入して、完全に分解したほどであったが、取材に、多額の経費を費やしたためプラモデルだけでは、採算が取れず、急遽電動ラジコンカーが企画され発売に至った。タミヤのプラモデルの金型を流用して作られた、ラジコンカーは、大ヒットし、 初年度だけで約10万台の売り上げを記録、タミヤはこれを契機にラジコンメーカーとしての地位も確立するに至った。2006年12月にはタミヤのラジコン参入30周年を記念し、ポルシェターボ RSR934 レーシングを最新技術を用いたフラッグシップモデルとして発売、また同時にタムテックギアからも 同社の組み立てキットが発売されるなど、現在まで息の長い人気を得るモデルとなっている。元に戻せずディーラーを呼んで組み立てをお願いしたというエピソードがある。ありがとうございます。